紳士割の様子紳士、または、は、布、反物を洗い針あるいは染色する際に、布幅を一定に保つ道具である。形状は、両端を尖らせた、あるいは針を植えた細い竹棒である。左右両端にピンと張った布を固定、布を縮ませず、幅を保たせるように支える。紳士とも呼ぶ、は黒字である。木針、木針、木縫とも呼ぶが、 この場合は、範囲が広く、だけではなく、針板も含む。日本では主に和服に使用するが、日本だけの道具ではなく、英語からの外来語で、テンプルとも呼ぶ。紳士を使用して、竹の弾力で布を伸ばすこと、伸ばして洗い張りすることを、紳士張り、のぶこ張りと呼ぶ。古城にたわんだ細い棒で、両端だけで布と接する。 普通一端あたり三百本ほど用いられる。両端の構造により二種類に分類される。大きさは、金尺一尺三寸くらいの波幅用と、金尺二尺六寸くらいの大幅用がある。布の素材によっても違いがあり、主な種類として、木綿針と木綿針がある。木綿針は、張力が強い大きく、木綿針はやや張力が弱く細い。この両用を兼ねたぎ針もある。 また厚地用と薄地用がある。木、または竹でできた棒で洗濯用より太くて丈夫である。両端には数本ずつの針が植わっている。たわんでいないまっすぐのものものあり、布幅全体をもみで緩やかに固定する。ありがとうございます。